今日スタジオには窓ドクター福山の小笠原辰巳さんが来てくださいました。小笠原さん、おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いいたします。今日私初めてで、実は小笠原さんにお話をお伺いするのが楽しみだったんですけれども、はい、窓ドクターってなんかまだ耳慣れない感じなんですが、はい、これどういったものなんですか？ガラスや窓、サッシ関係の網戸の張り替えや修理、またはエクステリア関係のカーポートとかフェンス、シャッターなどの販売施工を関係を全般的にやらせてもらっている会社です。ああ、そうですか。お家の外側っていう感じですよね。はい、もうすべていろんなものを取り扱ってらっしゃるということなんですね。で、そうして窓ドクターということなんですが、なんか頼もしい感じがしますね。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。小川さん、これからの季節は網戸がやっぱりね、使うことが多くなってくると思うんですが、網戸についてまずお伺いしたいのが、これ耐久性ってどうなんですかね？耐久性はだいたい環境にもよるんですけど、6年から8年ぐらいって言われてます。そうなんですね。はい、半永久的ではないんですね。そうですね、やっぱりネットがナイロン関係でできてますんで、破れたり朽ちたりすることは多々あります。それはやはり防犯の面でも心配ですしね。そうですね、はい、ちゃんとした網戸をですね、はい、使いたいですね。そういう時には、ステンレス製でできているネットとかもあるので、それを生かして使ってる家もあるし、火災とか心配な人は防火用のネットというのもあるんで、そういうのを使ったりしてます。網戸って言ってもいろんなものがあるんですね。そうですね、ステンレス製っていうのがちょっと興味があるんですが、これは簡単には破れない？そうですね、簡単に破れないし、簡単には燃えない。あ、でもちょっとお値段は高いんでしょうね。でも今はだいたい合わせるようにはしてます。へえ、そうですか。はい、じゃあお求めやすくもなっているし、はい、ぜひちょっと注目してもらうといいですね。そうですね、はい、こういったものがあるんですね。6年から8年ぐらいってさっきおっしゃいましたが、じゃあ取り替えるとすれば、その網戸全体をやはり取り替える？いや、枠は残るので、中のネットだけを取り替えるような形にはなります。そうですか、はい、はい、こういったことも窓ドクターの小笠原さんにお願いすればやってくださるんですね。はい、そうですか。で、その時にこういいものがあればおすすめいただくこともできるんですね。そうですね、今すね、最近おすすめなのはアウターシェードという洋風のすだれがあるんですよ。そのアウターシェードっていうのは、窓の外側に取り付けて、人からの目線が気になるとか、強い日射熱を遮断して中の室内温度を上昇しにくくしてくれる商品があるんです。これはいいですね。エアコンの設定温度も夏なのでちょっと高めに設定して、省エネにも役立ちそうですよね。はい、やはり外からの直射日光っていうのはとても室内温度を上げてきますもんね。そうですね、それもあるし、中の家具とかを日焼けさすとか、畳が早く傷むとかいうこともあるので、はい、それを極力抑えていく方が省エネにはなると思います。そうですね、うちは西側にベランダがあって、そこからもろに西日が来るので、はい、毎年縦図をね立てかけたりするんですが、あれも使わない時のしまう場所とかね、そうですね、結構大変だったり、片付けには結構苦労するんですけど、するんですけど、このアウターシェードというのは使用しない時にはロールカーテンと同じように巻き上げ式なので、片付けるのもコンパクトに片付けられるし、見た目も綺麗に収まります。はい、いいですね。使わない時の片付けっていうことも考えなきゃいけないですからね。そうですね、はい、これはかなり優れものですね。小笠原さんもこれ一押しですか？そうですね、今これを押しておすすめしていこうと思ってます。はい、こういったことも含めて窓ドクターにお願いできること、他に何かありますか？そうですね、ガラスサッシに関することは何でも受けたまわります。窓の閉まりが悪いとか、網戸が破けてるとか、鍵がかかりにくい二重サッシを考えている方など、お電話をいただければ迅速に対応します。最近特に依頼の多い
ことってどんなことがありますか。最近は外部の窓のガラスが1枚なんですけど、それをペアガラスにしてほしいとか、それ今もお話した通りアウターシェードをつけてほしいとか、はい、そういう お客様も多々おられます。そうですか。これからもっともっと夏に近づいてくれば、そういったあのお問い合わせも増えてくると思うので、はい、なるべく早めにね、まずはご相談いただくのがいいですよね。そうですね、はいはい、お問い合わせ先のお電話番号を教えてください。080-5750-3656です。はい、080-5750-3656ですね。ぜひお気軽に窓ドクターの小笠原さんにご相談なさってください。それでは最後にもう一言お願いします。はい、見積もり相談は無料なので、どんな小さなことでも何でも相談してください。まずお電話ください。よろしくお願いします。もう一度お電話番号をお伝えします。ぜひ控えてください。 080-5750-3650、 窓ドクターの小笠原さんまでお電話なさってくださいね。小笠原さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたこの後お忙しいと思いますけれども、頑張ってください。はい、ありがとうございます。お世話になります。今日は窓ドクター福山の小笠原辰巳さんがスタジオに来てくださいました。